コロナ主犯、コロナの主犯、年末に再び危険。今回はこういったことで話をしていきます。知性の勝負、あなたと私の知性の勝負になります。コロナの主犯とは誰なのか、なぜ年末にまた危険になるのか、皆さんも考えてください。今ですね、ゲームをしながらの話になります。ゲームの方はアランウェイクリマスターになります。前回ここで例のお兄ちゃんとガチャガチャやりまして、こちらの方に行ったと思います。その前にこちらの方が途中から始めるって言ってましたが、こっち見てみたらちょっと物がありましたんで取りに行こうと思います。こっちに道があった。で、最初に皆さんに知性の勝負、あなたと私の知の勝負です。質問します。これから言う言葉を聞いてください。マスクをすれば皆安心できる。この言葉についてあなたはどう今感じたでしょうか。あなたと私の知性の勝負です。マスクをすれば皆安心できる。どうでしょう、皆さんどう感じましたでしょうか。今あなたが判断してください。で、ここですね、ここに何かあったということで取ります。夏にコロナが広まった理由、今年の夏2021年、何でしょう。基本的に若者が広めてるんですよね。まあ、明らかに若者から広まって、東京の若者がバカみたいに広めて、それが東京の人々に広まって、それが田舎にも広がった、地方都市にも広がった。東京の若者が広めたのは間違いありません。これはね、東京の若者に広めた何かがあったかもしれませんが、まあ、発煙筒とかいろいろ手に入りました。え、何取れないのこれ。で、このハーハー言うこの声、これアリスなのかな、奥さん、何なんだろうこの呼吸音。アリスが主人公を助けるためにこういった異世界においてこういったものを置いてくれてるのかもしれません。じゃあなぜ若者はコロナを広めてしまったのか、夏に。コロナの主犯は誰だったのか。マスクをすれば皆安心できる。夏にコロナを広めたのはマスクをした人間たちです。マスクをしてない人間がそんなにいたわけじゃありません。マスクをした人間が広めてしまったんです。なぜでしょう。これは以前別の動画で言ってます。私の動画をもしたくさん見てるような人が仮にいたら、いませんけどね、同じことをまた言うかもしれません。そこら辺はご容赦ください。私の動画ほとんど見てる人はいませんので、そういうことはないと思いますけれども、あれ、ショットがなくなったのか。じゃあ誰がマスクをした人間はなぜ広めてしまったのか。マスクをして安心したからなんですよ。マスクをしても安心しちゃいけないんです。マスクをしても話さなければ、人に近づかなければ感染しない。あ、前回動画言いましたけど、この光ってるのはこれ罠ですね。逆に言えば、マスクをしていても、あ、しなくても話さなければ、人に近づかなければ感染はしないわけです。な、消えるんですよね、突然。はい、あれ、あ、いいや。マスクをしていれば安全と安心と思った人間が、てか分からんのこれ。マスクをして会食をする、食事に行く、飲み会を開く。しかも夏は五輪があったわけですよね。で、マスゴミがバカみたいに五輪でわーわー騒がされる。
盛り上げようとする、視聴率を取ろうとする、金を稼ごうとする。え、なんかあった？盛り上げたわけです。日本堂々と金メダル、これ以前にも言いました、こういった動画でですね、バイオハザードの動画で言いましたけれども、日本堂々と金メダルです、何年ぶりの金メダル、前畑頑張れ、前畑頑張れみたいなことを、前の動画では古畑頑張れと間違って言ってしまいましたけどね、なんかいつの間にか古畑という誰だかわからない人の話になってました。前畑頑張れっていう、そういったなんかの五輪でありました、昔ね。今回の五輪じゃありません。今回私、五輪のスポーツ選手がなんかやってるの1秒も見てませんので、五輪の映像1秒も見てません。スポーツの映像。これ以前の動画でも言いました。基本的に端っこにはない？罠を避けてるってことですね。こっちじゃない。分からん。なんかある。一発取ったら消えちゃうね、全部。マスクをして安心するからコロナが広まったんです。マスクさえしてれば安心っていうのをマスゴミが広めたんですよね。コロナが広まったのはマスクをちょっと外したからだと。マスクさえしてれば絶対に感染しないんだというようなイメージを、まあ、絶対に感染しないんだとまでは言ってませんけどね。そういったイメージをマスゴミが広めたんです。だから五輪で広まってしまった。ただでさえ若者たちが五輪でウェーイウェーイとやるわけでしょ。ウェーイウェーイとかやってたと思いますよ、多分どっかでね。東京の連中がやったんだと思います。罠エリア抜けた？チェックポイント。今ここまで減ってるのはちょっと私も謎ですけどね。もう消えてたのね。バッテリーなくなってるのか。バッテリーじゃない。わからないんですよね。闇に包まれてるのか、闇を払ってからじゃないといけないんですけどね、打つのは。朝鮮は日本で検査をしてないとか、なんかいろいろ悪いことしてるんじゃないかみたいなことを疑ってるようですけどね、さすがにそういうことはないと思いますけど、なぜここまで日本は減ってるのか、ちょっと不思議ではあります。
心弱いね。雑魚？で、こっちじゃねえだ。まあいいや。なんかあるかもしれませんが、無視します。左上の赤い線の入ってる丸いところ、これがミニマップで、このピッコンピッコン行ってる今黄色い点みたいな左上ですね、左上の端っこ、これが目的地。まあいいか。あ、足音をする。いや、なんで避けないのこれ。今でかいやつですね。でかいやつは簡単に闇が剥がれない。年末に向けてまた同じこと、あるいはハロウィン、10月の最後、またバカな若者がウェイウェイと、マスクしてる、マスクさえしていれば安全だと、またやるかもしれません。マスクをして安心するから、今特にデルタ株ですね。マスクさえしていればいいんだというその安易な考え方、これがコロナを広めてる、今後も広めるかもしれない。ウェイク、チェーンソーの音を聞く。その夜はまさに一難去ってまた一難だった。すでに体力は限界に達し、フラッシュライトすら重く感じた。引き金を引くたび衝撃で腕が痛む。それでもようやく森を抜けたと思った瞬間、チェーンソーの音が鳴り響いた。ああ、チェーンソー音が出てくると思います。ここのラスボスかもしれません。まだラスボスじゃないかな。はぁ、でショットガンが手に入ると、まだ結構ありますから、 1,2,3,4,5,6、 これは今回の難易度では手に入らないってやつです。ナイトメアじゃないと手に入らない。これやらないかもしれません。 1,2,6、 あと6個あるってことですね。あ、ショットガンなのかライフルなのかよくわかりません。マスクさえしていれば安心だ。マスクしよう、マスクしようと。マスクするのはまあ別にしたきゃしてもいいですけどね。マスクで防げないんです、コロナっていう。しかもデルタ株は完全には防げません。なんか不織布マスク、マスクさえしていればいいってわけじゃありませんからね。不織布マスクっていうのはそれなりに防ぐようですけど、それでもアメリカの CDC、中央疾、疾病センター、なんかなんだかそんなのがあると思いますけれども、4割ぐらいしか防げない、4割から6割ぐらいしか防げないって話もあります。日本はバカみたいにマスクの効能を非常に高く評価してますけどね。普通に考えればそこら辺の人間がきちんとマスクできるわけないですよね、そんな完全に。医療機関の人間だって、医療のプロだって、看護婦だって感染してるわけです。マスクしているにもかかわらず。あるいは不織布マスク、不織布マスクをしているにもかかわらず感染してるんです。防げるわけないでしょ、素人に。
素人がそんな完璧なマスクなんかできるわけありません。にもかかわらずマスゴミは感染が広まったっていうと、でその広まった人間のうち、ここ落ちなきゃいけないのかな、戻れない。何の音？確かに墜落する音を聞いたのだ。ついさっき聞こえたはずなのに、その機体はどう見ても数十年が経過していた。背筋に悪寒が走った。数十年前に落ちた飛行機になってる。なんかよくわかりません。見たっけ飛行機落ちるの。私覚えてないんですけど、見たっけマジで。飛行機の方行ってみます。またある？お宝。お宝で、あれを手に入れとくと、発煙筒じゃないや。照明弾じゃなくて、なんつったっけ？発煙弾？なんだか、なんかありますけど、名前忘れました。これ手に入れとくと楽になります。ただ、私は思うに、まあ、マスクをしても安心するなっていうのは、感染したくなかったらってことですね。でもいつまで感染を恐れ続けるのかって話ですよね。あなたはどう思いますか？戻れない？ああ。シーソーじゃないんだこれ。どこにあんのよ。お宝あるはずなんだけど。母言ってますから、どっかあるはずなんだ。どこにあんだ。この上か。あったあったあった。あれやった。フレアガンね、フレアガン。発煙弾じゃないよ。発煙筒とフレアガン別？発煙筒では殺せない？敵を。フレアガンは敵を殺せます。モンスター？あ、嘘！食らっちまったわ。あのこれさ、ほんとやりづらいゲームなんですよね。先にこういった探索をした後に先に進まないと。っていうかどうなってんのこれ。あ、いや、もう先進むか。わけわかんないわ。こっちじゃなかった？いつまでコロナに恐れ続けるのか。コロナっていうのは私はなくせないと思いますけどね。どう考えても人間の社会からもなくならないでしょうし、動物にも広まってますからね。そもそもがだってコウモリから、コウモリだからなんか知りませんけども、どっかの動物から広まったわけでしょ。日本でも日本の猫、野良猫なりに何なりに広まってるはずです、当然ね。日本の社会全体、世界、自然にも広まってると思います。人間だけで、人間にワクチンを打ったとしても、自然界全体からコロナをなくすことはできないと思いますけどね。インフルエンザと同じになるということですね、基本的に。なおかつコロナ、いずれはインフルエンザのように、ワクチンを乗り越える、そういったやつも出てくると思います。今必死になって、コロナは進化してると思いますからね。
無駄やつ殺した？こっち行っていいのかな？やばい、命はない、回復しないのかなこれ、この場所じゃ。あ、ちょっとずつ回復してる、ちょっと待ちます。これでまずいな。自分は実はまだワクチン打ってません。多分打たないと思います、ワクチン。コロナで死んだら死んだでいいと思ってますんでね。要するにワクチンを打たずに、今の状況でワクチンを打たずに死ぬやつは勝手に死なしとけばいいと思うんですけどね、私は。私も含めて。私がワクチンで死んだらあなた笑ってもらって構いませんよ、バカなじじいが。ワクチン打たずに死んじゃったバカと。ワクチン打たずに死ぬやつはそのまま死なせとけばいいっていうか、まあ本人が勝手でしょそれ。打ちたくないんでしょ。まあ天然性のワクチンとかだったら私でも打つかもしれませんが、よくわかんないよ、もう先進む、なんかふや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 言うばっかりで敵来ない。あ、こっち違うじゃない。よくわかんないんだよね、周りが。どこ行きゃいいの。感染者数でビビってたらもうどうしようも何にもできないと思いますけどね。めんどくせえな、なんかあんのかな、まだ。もうめちゃくちゃ弾が足りなくなっちまったわ。なんで知らなかったんだろう。闇が晴れてなかったのかな。よくわかりません、なんだか。はぁ、やれやれ。無敵状態のやつに撃ってた？弾足りねえな、おい。まあ、一人の命も失うなとか、そういった考え方はちょっと私はおかしいと思うんですけどね、もう。共産党なんかそういった綺麗事を言ってますけれども、コロナに対してそういうことを言い始めたらもうキリがないと思うんですけど。一人も殺すな。人の命だ。これだけ言ってもワクチン打たない人間、私みたいな人間ですね。
それは本人の生き方の問題ですからね。で、死者が出た、何人死んだって数字で言ってもしょうがないでしょ。ワクチン打ちたければ打てるのに、で死んだ人間ワクチン打ってたかどうかってことですよね、要するに。製粉所の最上階、あれがいると思います。チェーンソー、アメリカのいつものパターンですね。チェーンソー男、実際問題、じゃあワクチンは安全だったんですか。皆さんどう思います。ワクチンっていうのは安全だったんでしょうか。なにこれ、ちょ待ちょ。あれっぺ、今なんかダメージ入ったぞ。今ちょっと何なんか下落ちたんだけど俺。何やってんの。ああこれダメだわ。ああぶわけわかん、もうてかなんで今落っこちたの俺。皆さんワクチン安全だったと思うでしょうか。最近厚労省が出しましたよね。若い男性は心筋炎になるから注意喚起、モデルナは打つな、ファイザーを推奨すると言ってますよね。最近、要するに若者にとってモデルナは危険だったってことですよね。結局のところ違いますか。後になってワクチンが危険であるってことが分かってきたわけですよね。別に打たないのも一つの選択だと思います。私はまあ打った方がいいと思いますけどね、死にたくないなら。今コロナはまあただの風邪だと思ってますんで言っちゃなんですけどね。健康な人間にとってはただの風邪だと思います。年寄りは死ぬかもしれませんが、年寄りってのは普通に死ぬもんですからね。インフルエンザにかかったったら死ぬと思います、年寄りは。で、私は人間は行き過ぎてると思いますんで、今。オイルですね。オイルは触れちゃダメ。黒いから闇っていうことで敵ということになってるようです。オイルは黒くて敵。踏むとダメージ食らいます。これ?最上階に行けってことですが、ここからは最上階に行けない。蹴る、何事、なんか上がってきた、なんだこれ、乗れいいのかな。あ、原稿あった。バリーエルダーウッドにてビジターセンターの惨劇を目の当たりにし、バリーはついに現実を受け入れた。アランが撃った相手はただの田舎者連中ではなかったのだ。突然世界が変わってしまった。ホームドラマのつもりで見ていた番組が実はホラーだったように、キャビンで無数の鳥が舞い始めた時、バリーを襲ったのは驚きよりも純粋な恐怖だった。まあ、おっさんの話ですね。バリー、アランという有名作家のエージェント、交渉担当みたいな人です。
要は視界が、ね、やたらと狭められますから、光ってるとこしか見えませんからね。めんどくさいゲームだなこれ。クソゲー。あげよかった。保安官代理。ああ、一個足りねえぞ。伐採場にて。伐採場はひどいありさまだった。崖下に転落した事務所を見てきたソーントン保安官代理は興奮気味にまくし立てた。中は無人でした。異常ですよね。これは絶対変だ。また始まった。マリガンは鼻で笑った。だから事件なんだろうが、問題はこれがどういう種類の異常かってことだ。まあ別にそんな、閣下しなくてもいいと思うんですけど、ちょっとまあ世間話をしただけでしょ。興奮気味に、異常ですよね、と。それはだから事件で、それを調べようっていうことでしょ。これは事件じゃないと言ってたわけじゃないでしょ。言ってるわけじゃないでしょ。マリガンはちょっと、ソントン？どっちがどういう人だか知りませんけども、マリガンはちょっと、心に余裕を持った方がいいと思います。なんか向こうあんの？落ちたら死ぬのか。コロナをどうしたいのかって本当不思議でしょうがありません。怖い怖いって騒いでたってしょうがないと私は思うんですけどね。ウイルスが怖いんだったら地下でも海底でもどこでもいいですけれども、完全に密閉された空間の中でウイルスが一匹もいない、そういった世界に生きたらいいんじゃないかなと思いますけどね。そこまでウイルスが怖いんだったら、実際そうしてる生き物はいるかもしれません。ウイルスというものの脅威、これから身を守るために、以前地球上で知的生命体だった連中が、地下や海底、こういったところで深海底、生きてるかもしれません。まあ、それはまあつまらない、ただの妄想ですけどね。そうであってもそうでなくてもいいですけれども、見えねえ、もう見えなさすぎるよ。てか視界が悪すぎるわ。酔っ払うわこれ。めんどくさいゲームだなこれ。てかどうすんの、上に行くのって。まあ死にたくない人はワクチンを打って。私は田舎に住んでますしね、人とほとんど関わりません。都会に住んでる人間はもちろん危険がものすごく高いと思います。それはもう仕方ないんじゃないの、好きにすればいいと思いますけど。あ、ここか。都会に住むってことはそういった危険を受け入れて生きるってことですよね。満員電車に乗ればいいと思います。マスクしたって安全じゃありません。あるいはもう完全なマスク？完全防護服を着て暮らせばいいと思いますけど。よくありますよね、バイオハザードみたいので。なんか 宇宙服みたいなの着てる？それで暮らしていけばいいと思いますけどね、都会の人は。今後ワクチンの何らかの弊害が出てくるかもしれません。私はあんまりそこまで出てくるとは思いませんけどね。少なくとも心筋炎っていうのは最近出てきて、結局ワクチンは危険だったってことは分かったわけです。危険はあるってことですね。少なくとも厚労省がモデルナワクチンを
ではなくてファイザー打てというぐらいの危険性はあったわけですね。てか最上校行ったの俺。あ、最上校行ったのね。どこにいんのチェンソーは。なんて書いてあるの。ザ・何これ。あ、落っこちたてかどっからやり直して。ちょっと待ったよおい。今なんか入ったっけ。まさか前からやり直しとかだったら、ね、叫びたくなるほどムカつくんですけど。あ、抜けたよね。ここからだよね。よかった。この家をもう一度やれって言われたら私発狂してましたけど。年末にかけてでもまたダークネス来たね。字だなもう。 Where's her闇が彼女の何を Where 着てる。なんかわかりません。ハーって書いてありますよね。H-E-R。切った。もうどこで切れてんだ、このクソゲー。てか、何これ。だから、なんで引っかかって、なんかわけの狭いところに入り込んでんの、これ。で、ボケーってバカみたいに突っ立ってる？まともに扱えないですから、これ。この辺の木に引っかかったらなんかボケーっと突っ立ってる、これは。頭おかしいですよ、このクソゲー。何？なんて書いてあったの？ピカ。あ、闇は彼女の顔をかぶっている？彼女の顔をしている？って書いてありますわ。The darkness wears her face って書いてあると思いますけど、発音はまあご容赦ください。彼女の顔。今のでかいやつ、あれタックルしてくるから困るんですよね。てか、なんかあるんですけど、この奥に原稿があるけど、こっちから行けない？てか、これさ、だから引っかかんないよ、バカみてえに。クソゲー。こっちから行けない？まあ、皆さんに言いたいことは、今回の動画で言いたいことは、マスクをして安心するなと。それが年末にかけて、また安心するバカな若者たちが、ハロウィンとかで、ウェイウェイやって、夏と同じようにまたバカなこと、バカな、あ、ここ敵来られないんじゃない？ひょっとしたら。また感染を広げるだろうってことですね。まあ、自分はコロナ広めた何らかの集団がいた可能性はあると思います。あえて広めた連中ですね。若者の中に。いたかもしれないと思ってます。で、これ行けんのかな、こっちから。こっちから行くのかな。まあいいや。戻れなくなるかもしれませんが、今の原稿取れないかもしれませんが、多分こっちから行くしかないと思いますけど、あれ？どうやって行くのこれ。
あ、こっから行くのか。チェーンソーマン？あ、こっちから行けるのね。あれ？こっから行くんじゃないの？あれは、これ大失敗だわ。大変な失敗をしてしまいました、これ。お、こっちだ。また今のやつ倒さなきゃいけない。めんどくさいゲームだな。エタニチュールやでとか何か言ってますか。で、これどうやったらいいの。何今の、何今の、何今の、ちょっと待って、分からん、よく分かりませんでした。敵はいいのかな、まだ。あ、こっから行けばいいのか。こうやって行けばよかったんだ。そうやな、俺。ウェイク、闇の存在を感じる。一個見つけてません。まあいいや。あと三つ。森を駆け抜けながら、俺は影が揺れ動き、風が強まるのを感じた。闇の存在が俺に目を向けたのだ。漆黒の影が猛烈なスピードで地を這い、月の光を遮った。木々の間に闇が集まり。再び散った後には闇に支配された者たちが佇んでいた。言ってんだ、よくわからん。闇が集まって何かしてかす。なんか息遣いしますから、なんかあると思うんですけどね、この辺。女の息遣いがするってことは違うかな。関係ないかな。気のせいでした。でもおかしいよな、あそこで息遣いがするってことは何かあると思うんですけど。ないか。
コロナをあえて広めたような連中がひょっとしたらいるかもしれませんが、それは結局のところ、わかりませんけどね。でも夏のあの異常な広がり、ちょっと尋常じゃないと思いますけど、私は。逆にそれで、今の尋常じゃない、現象ですね。まあ、選挙戦の間に何かあるってことはないと思いますけど、もう今更。下手くそ。たかだか2匹でこんなもん。でもなんか強かったね、今のやつ。で、リロード、もう押しまくってんのにリロードしないんですよね、このゲーム。なんか、武器変えてからリロードしてくれるまでもなんか、少し時間があるんですわ。押しても押してもリロードしない？まあ、頭のおかしいゲームだわ、これ。一番先般はやっぱりマスクを過信する人たちですね。これが主犯だと思います。コロナを広めた。ただもう、ある程度コロナというものを受け入れる時期に来てるかなというふうには思います。ワクチンが広まって、まあ、打ちたい人は打てる状態になってるんですよね、もう。十分に広まってると思います、私は、ワクチン。キャンプグラウンド？キャンプ地？というわけで次はここから進めていこうと思います。動画ですね。今回はコロナ主犯、また年末に動く可能性がある。コロナが広まったのはマスゴミの責任が大きいと思います。マスクを安全だと、マスクさえしてれば安全だと、そういった印象を与えた？それは間違ってる。そう考えて人間がマスクを広め、コロナを広めてしまった。と思います。政府の責任じゃないと思いますけどね。政府はよくやったと思いますけど、私は。むしろ。というわけで動画切ります。もう少し、あと10分ないのかな。ちょっと、もうちょっとやろうか。雑魚いんの？こんなことでよかったの？なんかめちゃくちゃやられましたけど。あと何発ある？あー、なくなっちまったのか。ちょっとやり直します。
チェックポイント入ったかな。フレア弾がなくなってしまったんで、まあ、さほど強くなかった敵は。発煙筒を使うの忘れた。発煙筒9発もありますから。なんで発煙筒に変わってんのこれ、勝手に。ダコのクソゲーはもう何持ってるか全然分かんないですから。まあ右上見ればいいんですけどね。ったくもう、なんだこのクソゲー本当に。もうとにかくね、武器変えてからリロードがめちゃくちゃ遅い。もうゲームになりませんよこんなの。いち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 こうやって取っていかなきゃいけないね。とだから何やってんのこれ。もうなんだこのクソゲー、なんで勝手に投げんだこれ。もうやってらんねえぞこのクソゲー。もういちいちもた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 するでしょ。でボタンをポチポチ押すとなんか変なもの投げてしまう。もうゲームなんねえぞこのクソゲー。扱いづらい。よかったよな。で操作も変えられない、勝手に。もう本当にやりづらいわこれ。どこ行った？ていうか何、まだ闇が離れてないの？もう何なんだこのクソゲーは。もうやってるんで、もう次やり直します。次こっからやります。もう何なんだこのクソゲー、全然わかりません何が起きてんのか。オウムカルト洗脳心、死死亡事故、ポケモン GO、 子供視力低下、子供ゲーム依存症、ポケモン、スーパーマリオ、マリオカートスイッチ、子供搾取、子供ゲーム障害者、子供ゲーム病、子供ゲーム犯罪、ポケモンペドフィリア、二人心死死刑囚、ポケモンゲーム依存症、ペドフィリア、二人心死死刑囚の任天堂、キチガイカルト、キチガイ任天堂スイッチ。違う、任天堂スイッチ。任天堂が滅びますよ。チャイルドゲーミングディスオーダー、チャイルドプレゼン、ポケモン、スーパーマリオ、マリオカートスイッチ、チャイルドマダー、チャイルドクライム、チャイルドフラウド、チャイルドゲームディゼイズ、ポケモン、ペドフィリア。だからこれさ、避けろって言って、なぜ避けん。
てか何やってんの俺これどこで何してんのこのクソゲームは。病院病院ってなんかわけのわからない、これ何これ。どこよ。てか晴れてんのもう。ていうかなんで死なないのこいつ。てなぜ死なないのこいつ。て何を止まってんのこれ。何やってんのこのクソゲームマジで。やり直します。これまだ剥がれてなかったのね。全然剥がれないのね闇が。ダメだわ。やり直します。これ次ここから始めます。全然闇が剥がれてませんでした。ノーマクサラバータタゲテビアクサラバーボケビアクサラバータタラタセンダマクロシャダケンギアキギアキサラバービナウントラタカンマン。ニンテンドー滅べ滅べ滅べ。今の言葉を聞いた方で、今の信号を聞いた方で、任天堂商品を過去5年以内に購入し、今も持っている方、私の呪いを受ける可能性があります。私の呪いに影響力は何もありませんが、私の呪いを受けるかもしれません。ご注意ください。